はいっす、サンガチです。今日はですね、今の僕が使っているロードバイク用のサングラス、こちらのね、話をねしようと思います。その僕の場合はコスト、まずコストがね、絞れてるやつがいいんですよ。パフォーマンスの高いそういう商品が大好きで、あとはそうだな、まあ、実用性があって粘り強くて、こういう部分がね結構僕の重要なポイントなんですね。土入りだとねちょっとね絞られちゃう。で今僕が使ってるやつ紹介します。ズドン、こちらの中に入っております。僕が使ってるのはクーレンズっていうですね、お店で購入をしたサングラスでございます。今ね、スマホ見てるんですけど、場所はね結構いろいろあります。北海道、関東、信越、東海エリア、関西、中国、九州のに一応それぞれねお店があります。僕が購入したのは名古屋の、JR 高島屋っていうところのクーレンズ、こういう箱に入って販売されてまして、開けますとこういう風になっております。まずこれね、土入りのねレンズ、これがねもともとついてます。でこの鼻パッド、ここの部分はね可動式です。動くんですね。で、このねツルの部分は外せます。こういう感じに外して、このツルだけで売ってます。1000円ぐらいだったと思うんですよね、ツルだけだと。この黄色レンズ、これよく出てきますよね。クリアレンズ、色がほぼないやつですね。ブラックですね、ブラックレンズ、こういうレンズも入ってます。この偏光レンズ 100% UV ブロッキング偏光レンズですね。いろんなものがこうよく見えるっていう、このね4種類がこれについております。でそれぞれこうここの部分にねはめていくんですけれども、はめ方はね至って簡単で、よく使う黄色じゃはめてみましょうか。これをねこれこうするわけですよ。もうこれで半分はまったも同然で、ここにこれで完成です。こんな具合どうですか。いつものロードバイク用のサングラスでございます。はい。でですね、お値段がですね、この土入りのレンズがついて、この4枚ついて、色がね僕はホワイト選んだんですけど、これ以外にも色が選べて、フレームの色が選べて、ね、こんな感じで取り外しもできたりして、なんと9000円でございます。しゅいしゅいしゅい。昔の格言で安かろう悪かろうってあるんですけど、それとはね全然真逆で、とてもね使いやすくて、なおかつねコストパフォーマンスがすこぶる高いっていうね、両方を兼ね備えたサングラスです。なんでね皆さん、特にメガネをかけていらっしゃる方で考えていらっしゃる方ね、一応この下の方にねリンクとか貼っておきますんで見てやってください。コストパフォーマンスが高くて賢い買い物したいですよね。というところで、本日のサングラス TV でございました。次の動画でお会いしましょう。バイ。これねいいのよ本当に。ほら一応これでもね普通に見えるんですけど、これだけだとちょっと変かな。